さあその最中で両チームがフィールド上に戻りまして、これより後半戦再開の時を迎えます。後半戦はゴールデンファイターズのキックオフで試合開始する格好になります。いたしますのはゴールデンファイターズ25番の選手のようです。25番はクリティ。大石さんは飛行機で移動されてたんですね、ということは今からはご覧いただけるということなので、ぜひご注目ください。さあ磯野リターンに入ります。さあ右奥に展開を図ろうとしましたが、これをゴールデンファイターズ0番に仕留めまして、磯野スーパースターズ自陣20ヤード付近からの攻撃となります。磯野リターン84番は五十嵐、仕留めましたゴールデンファイターズ0番は本田でした。ご来場の皆様、得点板の視聴によりご迷惑をおかけしております。ただいま前半終了いたしまして、ゴールデンファイターズ7点、磯野スーパースターズ2点。さあ磯野はこの後半最初のシリーズ、どのような形でプレーを展開するでしょうか。ボールオン自陣21ヤードから磯野スーパースターズファーストアンテ。まず中央でランプレーを投入。何バック25番ハンドオフを託されまして、中央体をねじ込み約4ヤードのゲインに変えています。キャリアは25番の宮部でした。北海道大学出身、ヘッピス級昇格を決めたその大黒柱エースランニングをここで投入しました。そのスーパースターズセカンドダウン6。不成功。ここでロングパス、コーダーバック18番プレイアクションから一気にエンドゾーン狙うというほどのロングパスを投じました。ワイドレシーバーディフェンダーとの1対1の状況になりましたが、ディフェンダーはこれを見落としのいわしてパス不成功に変えています。磯野スーパースターズサードに変わります。もしかしますと大分の連戦投手といったところでしょうか。さあ磯野スーパースターズサダン6。さあここでクォーターバック自らキープし、右オープン展開を図りました。しかしこれはゴールデンファイターズのディフェンス陣対応しまして、フォースダウンに変えます。スーパースターズフォースダウン3、バントフォーメーションを取ります。しまして、ゴールデンファイターズ陣28ヤード付近でボールデッド。この位置で攻守交代となります。磯野前半後半最初のシリーズは残念ながらパントという形になりましたが、しかし陣地を押し返す形には成功しています。さあ今度はゴールデンファイターズ後半最初のシリーズに入ります。ボールオンは自陣28ヤードからゴールデンファイターズファーストアンテ。さあ中央のランプレーを投入。
まずはランニングバックのランプレーを展開しました。ハンドを受けました。キャリア10番、中央飛び込むように約3ヤードのゲインを果たしております。キャリア10番は北川です。ゴールデンファイターズセカンダウン7、ボールオンは自陣31ヤード。パス成功。ここで素早いプレーアクションパスを通しました。クォーターバック7番、中央に飛び込んだワイドレシーバー17番にパスを通し、約2ヤードから3ヤードのゲインを果たしています。非常に厳しい、しかし鮮やかなクイックパスを取りましたのはワイドレシーバー17番の岡村でした。ゴールデンファイターズサーダン4。さあここで中央突破の図るダンプレー、しかしここは磯のディフェンス陣群がりまして、このダンプレーを阻止、フォースダウンに変えます。ゴールデンファイターズのフォースダウンの状況に変わります。ゴールデンファイターズフォースダウン2、パンプフォーメーションを取ります。磯野が自陣36ヤード付近で抑えまして、この位置で攻守交代となります。双方ともまず後半最初のシリーズはパントという形に終わりました。大石様、やはり宮崎から言うがいいですね、南国といった感覚がありますが、出張ということですね、出張ということで、承知いたしました。さあ試合に戻りましょう。磯野スーパースターズ自陣36ヤードからファーストダウン10。ナイスホード。磯野スーパースターズファースター。ここで磯野はハンドオプションからクォーターバック7番キューベキ、相手のディフェンスをタックルを受けながら、しかしそれを引きずるように前進しまして、攻撃権更新としています。スーパースターズファースター、見事攻撃権更新を果たしました。磯野スーパースターズクォーターバック7番の嵐でした。名古屋商科大学出身。さあまず攻撃権更新を果たした磯野スーパースターズ、相手陣49ヤードからのファーストアンテン。さあまだ行く、再びクォーターバックのキープ、相手ディフェンス群がりましたが、これを押し返さんとオフェンスライン陣結集しまして、モール状態で前進し、約3ヤードのゲインに変えました。ここは磯野スーパースターズオフェンスライン陣も奮闘しております。77番59番素晴らしい活躍をしています。59番は後藤、名古屋商科大学出身。77番は近藤、神戸学院大学出身。今度はランニングバックにハンド、キャリア20番の中央ドット図らんというところでしたが、ここはゴールデンファイターズディフェンス陣が見事対応し、ゲインほとんどなくサードオンに変えます。非常に素晴らしい攻守、ラインマンの攻防が見受けられております。磯野スーパースターズサダン6、ボールオン相手陣45ヤード。
ザバックならん、右オープンにキープレー、相手ディフェンス殺到する中それを突破しようとしましたが、しかしゴールデンファイターズ粘りまして、フォースダウンに変えます。そのスーパースターズフォースダウン6、ファントフォーメーションを取ります。ここで磯野、パンター16番ランパス、ランフェイクのパントを蹴りました。おそらく状況によってはそのまま走らんという状況でしたが、これはゴールデンファイターズカバーよく結果的にパントに変えます。しかしこのパントをコントロールよくゴールデンファイターズ10ヤード付近での攻守交代となります。この辺りはクォーターバック県民のエースクォーターバック18番の田中の素晴らしい判断でした。さあしかし攻撃権変わりましてゴールデンファイターズの攻撃となります。ボールオン自陣10ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン10。まずオプションプレーから入りました。何枠にピッチしまして左オープン展開図らんというでしたが、これは磯野非常にディフェンス陣に殺到、しかしここで1番粘りまして1ヤードゲインに変えております。これをロスにしなかった点では素晴らしいランを披露しました。ゴールデンファイターズ1番の島田です。ゴールデンファイターズ自陣11ヤードからセカンドダウン9。成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック7番プレイアクションから右ロールアウトしパスを投じましたが、このパスをギリギリのところで磯野9番がパスカット、チップしたボールのためコントロール乱れましてパス成功に変わっております。パス失敗によりゴールデンファイターズサーダウンに変わります。見事な対応をしましてこのパスを阻止しましたのは磯野スーパースターズ9番の清水です。金沢大学出身。ゴールデンファイターズサードダウン、ファーストダウン獲得までの残り9ヤード。ゴールデンファイターズサードダウン9。ここがホイッスル。反則が発生しています。イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。1秒間の静止が守れず5ヤードバッタイとなります。さあ下がりましたがゴールデンファイターズこの距離突破なるでしょうか。ここでトラブルが発生しました。ここでセンターのスナップが大きくそれましてクォーターバックこれを攻撃、なんとかそれを拾い上げパスを投げる形には成功しましたがイエローフラッグ、反則が発生しています。さあどのような反則が起こりましたでしょうか。ターゲットはいないところに意図的に投げ捨てたパスという判定です。しかもこれがエンドゾーン内で発生しましたので結果的にはここでボールがデッドした格好になりセーフティー、自殺点となりまして磯野に2点が入ります。従いまして磯野2点入り磯野スーパースターズ4点、ゴールデンファイターズ7点と変わりました。
そしてセーフティーですので、ゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。さあこれによりまして、その得点差は3点と変わりました。フィードゴールで追いつく得点差に変わっております。磯のディフェンス陣が奮闘しております。得点は現時点においてはまだ3点ビハインドという状況ですが、しかし面白い展開になっております。先ほどセーフティーで失点しましたゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。そのスーパーサーズリターンに入った84番ディフェンスのラッシュをかわし、右奥に展開し自身40ヤード付近を位置し、この位置からの攻撃と変わります。キャナ84番は五十嵐です。東北大学出身。さあいつもスーパーサーズ自身40ヤードからの攻撃に41ヤードからの攻撃に入ります。で一気に追いつき逆転なるでしょうか。現在ボールの帳が降りて近づいてまいりまして、六甲おろし吹き荒れ始めております。さあまずランプレーを投入。何枠失礼しました、クォーターバック18番自ら中央突破を図りまして、一旦はタックルを受けましたが左にバンナウトし約5ヤードのゲインに変えています。クォーターバック18番は田中です。岐阜大学出身。この選手はクォーターバックでありワイドレシーバー、ランニングバック、ディフェンシブバック、そしてキッカーパンター、キックリターナー、パントリターナー、全てを兼任できるマルチプレイヤーです。そして X2 昇格の立役者でもあります。さあセカンドダウン5のプレーはランプレーが入った、抜けている、さあブロックがいるがまだ行く、さあヒットが入ったか、ビッグゲイファースト、ここでビッグプレーが出ました。今度は中央へのランプレー、キャリア32番託し中央突破、そこから32番ブロッカーを引き連れ一気に独走、一気にエンドゾーン落としれん近づいランプレーによって攻撃権更新になりまして、そのスーパースターズファースト見事攻撃権更新を果たしたのはランニングバック32番の中川、金沢大学出身のプレイヤーです。さあ一気に相手陣に入りました。相手陣21ヤードから磯のスーパースターズファーストアンテ、今度はクォーターバックキープ、ハンドオフをフェイクし、そのランニングバックをブロック関しての中央へのパワープレー、これが構想しまして約5ヤードから6ヤードのゲインに変えています。キャリアはやはりエースクォーターバック18番の田中です。岐阜大学出身。さあまさにこの田中が突破口と判断したでしょうか。相手陣に迫っております。そのスーパースターズ相手陣11ヤードからセカンドダウン4、ハンドオフ、ランニングバック24番右オープン展開を図りまして、これはしかしゴールデンファイターズなんとか1ヤードから2ヤードのロスで阻止しております。キャリア24番は長谷川、名古屋商科大学出身です。さあ3ヤードほどの距離といったところでしょうか。そのスーパースターズサダン3、さあこの3ヤードの攻防を注目しましょう。ここでランニングバックへのハンドオフ、しかしここでゴールデンファイターズ猛チャージ、ランニングバック25番なんとかスピードで左オープン突破を図りましたが、しかし結果ロスに変わりフォースダウンに変わります。これはゴールデンファイターズ素晴らしいディフェンスでした。見事なチャージをかけましたのはそのゴールデンファイターズの22番の工藤でした。
ここでホイッスル。そのここで後半1回目のタイムアウトを投入します。ここでそのスーパースターズ後半3回目のタイムアウトの要求です。さあ面白い攻防になっております。現在磯のフォースダウンですが、しかし相手陣深い位置に攻めています。ボールオンは相手陣16ヤードのポイント。ここからの選択を果たしてどうするか。急をつけております。まさに天候もそうなってまいりました。さあこの状況でのタイムアウト解け、オースさんの状況をどのようにプレーを展開するか。そのスーパースターズキック、フィードゴールフォーメーションを取りました。フィードゴールトライ、キックによる3点を狙い同点を図ります。キックブロック、フィードゴール失敗。4回目の攻撃をフィードゴールにより得点、同点を図りました。磯野スーパースターズ、しかしこれを阻止しまして、ゴールデンファイターズ攻撃権奪取、攻守交代しゴールデンファイターズの攻撃に変わります。中央へのペアをまず投じました。ダニ枠1番、これに応えまして中央切れ込み、一気に7ヤードから8ヤードのゲインに変えています。現在こちら側に雨が吹いておりますので、非常に厳しい環境でありますが、なんとか継続していこうと思っております。ここでホイッスルが吹かれました。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーターを終わりまして、ゴールデンファイターズ7点、そのスーパースターズ4点、その3点で第4クォーターに移ります。